誰もが見たかったこの一戦、祭りが始まる。我が輩を楽しませてくれ。山で様子を見るか。さあ、ドライブラッシュで相手に揺さぶりをかけていく。プレイヤー1、ドライブゲージが高くなりそうだ。俺は苦しいぞ。プレイヤー2、さあ落ちた。さあ、もっとやり合うのだ。プレイヤー1、バーンアウトをしのげるか。壁から逃さないことを優先。徹底している。さあ、どうだ。さすがに決まったね。見てる我々にも伝わるほどのいいリズム。これを止めるのは難しそうですね。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。ああ、ここでライジングアップ。ここは投げを見せたら、まあ、今の投げは良いフォームだったね。いやー、どうだ。一息つけるか。 TCQ でコンボを伸ばす。さあ、ここからは差し合いの領域となる。合わせてきた。さあ、ドライブラッシュ投げ。サンドブラスト、攻めのドライブラッシュ。ここで投げに来る。綺麗に投げていったね。ここでゲージを使っていく。いや、すごいな。 SA レベルか。エッジが最後。水拳とブレイクダウンで勝負。カウフーの神髄。先に触れれば勝機はある。もう決まってしまうぞ。プレイヤー1、ドライブゲージが尽きてしまったが、KO まで十分射程圏内。さあ、壁際の攻防が始まる。もっと我が輩を満足させてくれ。とんでもない逆転劇。よく終わりすぎたから。インパクト打たねえぞ。やめんのかよ、一戦で。どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦。いってみましょう。人間界の決闘というものを見せてもらおう。投げ。いいよいいよ。さあ、壁を。いやー、もう逃げられないぞといったところ。ここからが大事だな。これは、うん、ドライブインパクトでアニスカウンターを取る。あー、今のは素晴らしいね。さあ、ここだ。プレッシャーをかけつつも、いやー、勝負あったね。やや一方的になったラウンド、どうでしたでしょうか。目を覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているような。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。さあ、もっとやり合うのだ。いやー、どうだ。技と技が交差する。おお、なるほどね。上からの攻撃はガードでしのぐ。このタイミングの中断は決定。やるではないか。さあ、ファイナルラウンド。勝利の女神はどちらに微笑むのか。もうぶつかっていくしかない。この闘技は見えている。やっぱりやるではないか。さあ、終盤、舞台を整った。ゲージ運用が勝負を受け止めた。うわー、サンダー当たんなかった。逃げ場はなくなった。もっと我が輩を満足伸びる。見事だ。 DC 選択からの体力ほぼほぼ仕掛けるか。流水局で飲んでいくルート。ここで SC が溜まった。ここで勝負を勝てるか。なんだと残るか。オッケー、良いとどめだ。これも一戦抜けかな。プレイヤー2、一進一退の攻防の中にドラマがあった。諸君、最高の試合だったぞ。いいね。ついに始まるこの対決、両者気合は十分。よろしく、期待しているぞ。お互い行く気はないか、この近距離戦。プレイヤー2、ドライブゲージが空になるのはまずい。どうするこの状況。ここはどう出るか。プレイヤー2、バーンアウトをしのげるか。厳しいタイミングでのバーンアウトをしのげるか。さあ、ランバー中央へ押し返した。次はどう出る。地面
うわいいね、とどめまでしっかり。プレイヤー1、ここはきっちりラウンドを取ってきた。わお、いやいいね、いい感じだと思う。そうなんですよね。次が始まります。重要な立ち上がり、どちらが先に動くか。いやこのラウンドはどうなるんだろう。見えづらい扉がガード、受け止めながら、おっと、さあコンボはきっちり。ここで S、 試合を動かしに行く。いざ、その調子だ。上からきた、投げて、いやすんごいな、中足がヒット。体力の上に少ない、ドライですが勝負を沸かす。いやどれだ、宇宙客から竜巻戦、投げが決まった。あっぱれ、やるではないか。いやここでリュービか。よく折れずに戦った、さすがだ。まだまだやる気満々、連戦がお互いを高めていく。次の戦いも楽しませてくれるのだろうな。いやあのタイミングじゃないな。相手の隙を突いてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。ラインを押して画面中央へ。ここはうまくチャージした。ジャンプで引っ掛ける。危険な状況になっている。もう許されない。お互い引く気はないか。この近距離戦、ここでバーンと倒しきる。良い決着だった。プレイヤー2、ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。何ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。今後の展開にも期待していきましょう。試合は始まったばかり、どこかに仕掛けるか。頑張っていってもらいたいよね。さあナンパ中央へ押し返した。小球体で切り返す。ドライブゲージは少ないぞ。攻めてもいい、守ってもいい状況。ここでターンアウト。ここまでなのか。さあ近距離の攻め気合い、そして飛びはバレバレ。いざ、OK、レベル3選択、ゲージを大胆に使っていく。 SA を使うことでチャンスを生かすことができる。試合の終盤、ここいやそういうことだ。ギリギリ掴み取ったラウンド、どう見ました。次が肝心だ。引き締めていくのだ。インパクトはさせない。いやよくガードした。上は絶対に飛ばない。見事だ。インスタがある。どうする。一気に気温を上げていくか。見事だ。全ての動きを注ぎ込む。出し惜しみはなしだ。画面端、試合は大きく動くか。ノクト、我が輩を満足させてみろ。足を伸ばす。信頼か。これインパクト。やっぱりやるではないか。どうにでもなる体力差。逆転の青写真はどう描く。気を抜くじゃないぞ。うわー、さすがに。決着。よくやった。さすがに見てるか。試合が終わってしまうのはガノンヨシ。いやさあこのマッチアップどうなるか、展開に注目していきたい。今回生き贄となるのはどちらだ。相手を動かしていくか。おいしい。どう試合を作っていくか重要。さあ張り切っていってもらいたいね。さあ食べられる音だ。ここからが大事だな。さあここだ。掴んできた。やはり近距離での特訓未来は見ていて楽しいね。壁を背負わせているだけでリターンが高い。積み重なるダメージが多い。ここから試合は終盤で緊張感が増してる。もっと我が輩わー全部ここで SA 火力を上げる。いいよいいよ。
おいしい、良い決着だった。おいしい。いやー、息が詰まるラウンドでした。次が肝心だ。気を引き付けたのだ。給水客を選択、余裕をチャージ。時間はまだたっぷりある。気持ちでぶつかっていってほしいね。ここはガードが切れる。さあどうだ。プレイヤー1、壁の風船をバーンとしている。かざるええね。構えな。ここで SA にゲージを回して、まとまったダメージを取りに行った。プレイヤー2、バーンとしている。これは厳しいか。ドライブゲージがないこの時間帯が勝負。いってー。ドライブラッシュで前に出る。プレイヤー1、ゲージ管理が難しい。ドライブはおいしい。給水客を選択、余裕をチャージ。インパクトは受け止めた。今のは見えていたんだろうね。プレイヤー2、はい、読んでながらこれはさすがに返しに行く。このタイミングのインパクトは盤石の立ち回りで危なげなし。お見事。タツクの勢いで勝ち切ったな。これは見事という他はないな。これがファーストラウンド。両者何を思うか。何事も最初を感じない。最初がな。いやー、相手に揺さぶりをかけていく。ドライブラッシュから出す技は有利フレームが増えるのでリターンは高い。家見えの中段はしっかりガード。今のよく守ったね。おいしい。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。ここでドライブラッシュ前に出た。プレイヤー1、残り3人はわずか。しかしドライブゲージをうまく使えば逆転は可能。ここは飛び道具で牽制。さあ逃げ場はなくなった。あー投げ。さあもっとやり合うのだ。プレイヤー2、もうドライブ。あー美味しい。決着だった。美味しい。今のいかがでしたか。同じような実力を持った者同士が真っ向からぶつかれてこういう状態になるのだ。バーンとしている。まだ諦めるな。ちょうど溜まっていく。使っていくか。 OK。 レベル3選択、ゲージを簡単に使っていく。プレイヤー2、ドライブゲージがないこの状況、なんとかしのぎ切りたい。もっと我が輩を楽しませるのだ。あー攻めのドライブラッシュ。プレイヤー1、ゲージよりこのチャンスを生かすか。バーンアウト、まずいぞ。プレイヤー1、苦しい状況、ゲージを使って打破できるか。体力差がついた状況、ワンチャンスをつなぐことはできるか。体力差ある、しかしどうにでもなる状況。さあ、オーケー。見事見事勝利を収めた。さあ、オーケー。やっと勝った。勝ってカブトの王を占める。そんな気ザンギー。両者気合は十分。この戦いを制するのはどちらか注目していきましょう。我が輩を楽しませてくれ。隙をついてうまくチャージする。さあ壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。さあ試合は序盤、どう崩していくか。さあ張り切っていってもらいたいね。今の壁を使って形勢逆転できるか。なるべく壁は攻めたくない。さあここは押さえるので壁際の攻めが継続。チャンスが続く。組織のアンテナは上にも張られていた。いやー見事、気持ちよく決まったね。うわー、すげー返せね。さっきの俺みたいな感じだ。一本取っていく。さあこれはどう見ますか。危機迫るその戦い。うわー、かくったー。始まります。プレイヤーは両手を取った優位を生かせるか。触ってもらうようだが、まだまだこれからだ。次はどう出るの。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。今いいのが入ったね。危険な距離での投げ合いが続く。勝負の一撃だったが届かず。届かないか。いいぞ。すでに良いレベルが4になっている。 SA ゲージが両者攻めのドライブラッシュ。あと小
入る。この距離は危ない。ここはどう出る。オーケー、やるではないか。もうやるしかない。駆け抜けるしかない状況。我が輩もこれには目がついてになっている。うわー、ダメか。さあこれは痛いぞ。画面端、試合は大きく動くか。もっと我が輩を満足させてみろ。射力を上げ、カンフーの神髄がゴトロックに刻まれる。ゾミで集まれ、ゲスが財宝。ここからのギャグ、つなげた。ここでバーンと地獄の沙汰ほど面白い。あぶねー、やるではないか。両者かなり動けていたし、ステージリサルあったか。見ましたか、素晴らしい戦いだ。見事だ。上から来た。投げ、さあここから、チャンスではコンボを使って時を置き去りにする。そうか、壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。さあもっとやり合うのだ。オーケー、パーフェクト。やりたいことが全て噛み合ったか。いいね、とどめまでしっかり。いやー、負けるんだよな。どっちも動けてはいるんだろうね、きっと。主導権はどちらが握るか。いやー、このラウンドはどうなるんだ。ドライブラッシュで前に出る。ドライブラッシュを使えばかなり遠い間合いからでも攻撃を仕掛けることが可能になる。追い詰められてしまった。どうした、いけるだろう。攻めのドライブラッシュ、ダブルラリアット。うまく攻めを断ち切っていった。あと少しだ。うわあ、パッと好きね。いいね、とどめまでしっかり。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。おいしい。プレイヤーはまだまだ余裕を感じさせる。ゲージ管理がうますぎる。今なんて言った。ギアをもう上がっている。立ち上がりから突っ込むか。これは危険な香りがするな。さあ終盤、舞台は整った。ゲージによが勝負。うわー、やってくるか。勝負の一発がここで来た。大ダメージとともにそれ以上の精神的ダメージ。プレイヤー2、ゲージを使って超中断。いやロボットは満員なく、この青写真を描いていたか。よくやった、俺が見たかったのだ。なるほどな。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。次の戦いも楽しませてくれるのだろうな。自らも飛んで空中迎撃した。空中ならヒットしてもコンボには繋がらないので、たとえ外してもリスクが低い。さあ壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ。ここからが大事だな。おお、なるほどね。いやー、さあここだ。鳥は通さない。いやー、出してるって昇竜。打撃はパリでプレッシャーをかけつつも、プレイヤー2、ドライブゲージの運用が難しい状況。ダメージを追い詰めた。ここが大事。さあもっとやり合うのだ。上は見えている。いやー見事、気持ちよく決まったね。回路はもう出てくると。さすがに攻防をかけに来た。そうか。さああとは一発攻撃だけ。どんだけインパクトなんだよ。いいね、とどめまでしっかり。さあ今のラウンドを振り返ってみて、いかがでしょうか。全く素晴らしいね、見事に決めていった。確かにこれからの戦いにも目が離せませんね。この中足が刺さる。ああ、ドライブゲージの差を生かして畳みかける。受け止めながら、おっと、パニッシュカウンターのチャンスは見逃さない。いざ、その調子だ。ダウンザリアドから、あと投げをつかる。届かないか。投げる、素晴らしい投げだ。プレイヤー2、壁のプレ
シャを使えるか。どうした、いけるだろう。大陸さん、あるドライブで勝負をかける。ここでゲージを使っていく。いやでもタゲコンからだと決まった。攻撃は見つめてデイビーの手のひらの上。ゲージが最高、全然減らねえ。いい感じだ。わずかなミスが命取りになる状況。どこを見る。オッケー、研ぎ澄まされていた。よーし、ちゃんとボーディー勝利でリーサル。ボーディー勝利じゃなくて、まあまあまあ確実にね。ということで、1300も乗って今日は終わりということで、では